波乳被害殺到です。八王子だというだけで豚うんこを投げられる被害が続出。八王子だというだけで豚うんこを投げられる被害が続出しています。今日はたくさんの八王子市議会議員の皆さん来ています。どうもありがとうございました。またチラシ巻きなどをしてですね、本当に市民と野党一丸となってこの萩生田さんのですね、あの裏金疑惑でも様々な疑惑がありますから、こういったことを一つ一つ追及していきたいなと思っています。力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございます。市民の発言に移らせていただきます。井上睦子さん、社民党の井上睦子さん、よろしくお願いします。一昨年は参議院選挙で統一教会との極めて密接な関係が明らかになりました。その前は家計学園との関係でも明らかになりました。また今回はパーティー券を売ってそのキャッシュバックを受けているのが数百万円ということで、 裏金にも分かるように私たちの生活は大変厳しいのに、自分たちだけはパーティー券のキャッシュバックを得てぬくぬくとしているという現実から見ても、信頼できる政治家ではなく日本を守るとか言いますけれども、国民の生活は守らない政治家であることは確かです。私たち市民の、八王子市民の良識として、萩生田議員は絶対次は国会議員にさせないという決意で皆さん活動を継続していきましょう。次に、豚おじさんの雪はコンコン。じゃあ、お願いします。雪はコンコン、あぎゅうはコンコン。落ちても落ちてもまた落ちやまず。自民統一のたぬき回り。